世界ミニマム級タイトルマッチです。オレンジ色のグローブ、そして緑とオレンジのトランクスがチャンピオンの京口大翔、赤いグローブ赤いトランクスが挑戦者のビンス・パラス19歳、 IBF 世界ミニマム級タイトルマッチです。ラウンド1、IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ、京口大翔の2度目の防衛戦が始まりました。オレンジ色のグローブ、緑オレンジのトランクスがチャンピオンの京口大翔、渡辺ボクシングジム、赤いグローブ赤白のトランクスが挑戦者のフィリピンからやってきた19歳ビンス・パラスです。さてこの放送解説は WBA 世界スーパーフェザー級スーパーチャンピオンの内山隆さんとともにお伝えしてまいります。内山さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。京口大翔にとっては大晦日以来の2018年最初の試合ということになりました。2度目の防衛戦です。今日はどんなところをポイントに見ていきましょうか。まあ、お互い KO 率高いですから、はい、まあ、そういったところで打撃戦になるのかなと思いますね。そこはちょっと楽しみですね。京口の KO が9戦9勝 7KO ですので 78%、 そしてビンスパラスですが13戦13勝 11KO ですから京口を上回る 85% です。ですからビンスパラスライトフライ級でランキングされている、今回は挑戦者側と合意して IBF の特別承認を得て前日計量ではミニマム級の体重に落としての挑戦ということになりました。このあたりのパワーの見せ所、両者ともに内山さんありそうですよね。そうです、まあ、特にあのパラス選手の方は、はい、やっぱり上の1個上の階級から落としてきてますから、まあ、パンチがそこで動き切れがさらに良くなるのか、もしくは逆にちょっと動きが遅くなってしまうのか分からないんですけども、はい、まあ、そこら辺がちょっと体格的に自信を持ってるんじゃないかと思います。まずは出だしです。京口が左ジャブ鋭く刺していく、左ジャブを返すパラス、左ジャブ右フック、距離を詰めていった京口です。前半から内山さん、京口が左ジャブ小気味よくついていっています。そうですね、まあ、でもパラス選手も結構ぐいぐい前に来るんで、はい、まあ、まだ京口もだいぶ警戒しながらやってるところですね。はい、しっかりとガード両者上げている。右ボディを狙ってきたパラス、左ジャブ京口、右ボディ、左アッパー、京口コンビネーション、今のコンビネーションいかがでしょう。まあ、京口アッパーがあの自分の中で得意としてるんで、はい、周りがあの調子よく出てくるといいですね。あ、今ですね、ワンツー、はい、右ストレートショートで当たりました。左ボディを両者ともに得意なパンチに上げています京口とパラスです。体勢を低くしていく、ガードは決して下げることはない京口、パラスもしっかりとガードしている。左フックはパラス、右左を合わせていきました京口です。左ジャブ左ジャブ、まあ、ガードの間から今日はジャブは本当すごい出てますね。はい、あっと両者左ボディを狙っていきました京口、左右フック空振り、右左を合わせていきます。まあ、京口ちょっと2人ともパンチの打ち方というか、はい、出すタイミングが大体同じぐらいな感じですね。はい、両者ともに左が交差する、右が交差するような展開、大振りになった左ジャブ、ここで第1ラウンド終了です。両選手のテーブルに進んでいるラウンド2、チャンピオン京口大翔、挑戦者ビンスパラス、第2ラウンドが始まりました。このパラスに対して京口は日本にはいないハングリーな選手、年下とも、そして無敗の相手とも戦うのは初めてという京口です。全勝対決ということになります。強い挑戦者、さあ積極的に内山さん、はい、第2ラウンド、まあ、パラスの方があの上の階級が落としてきたんで、はい、ちょっとパワーとか体格的に有利かなと思ったんですけど、京口の方がパワーも今のところ見るとある感じですね。はい、はい、左ボディ、これが京口の魅力の一つ、左ボディです。ワンツーパラス、左アッパー、左ボディ、まあ、的確に京口の方がまだ的確に当ててますね。はい、最初にボクシングを教わったのは辰吉丈一郎さん、その辰吉さんから教わったという直伝の左ボディ、大晦日でも効果的に効いていました。今日の試合のレフリーですがアメリカのベンジ・エスタベス、ジャッジは3人です。マイク・フィッツジェネラルド、アメリカ、アルフレド・ポランコ、メキシコ、ネビル・ホッツ、南アフリカの3人です。ビンス・パラスですが13戦13勝 KO 率が 85%、 フィリピンではネクスト・マニー・パッキャオと呼ばれている一人です。左アッパー、
まず内山さん、第1ラウンド、そして第2ラウンド途中、左ボディ、京口の立ち上がり、そしてパラスの立ち上がり、ご覧になっていかがでしょう。まあ、京口はすごく落ち着いてますし、あのパンチも的確に当ってるんで、すごく立ち上がりいいと思います。右ストレート、左フック、空振り、おっと、左、これはスリップです。でパラスはちょっと今、やっぱり自分の中でも押されてる感覚はあると思いますね。はい、はい、今回、京口の指導します井上トレーナーは、対策としては足、さらにはジャブという2点を挙げていました。ボディ打ちが両者ともに得意、ボディパンチャー同士の戦いになるのではないかと予想を立てています。右アッパー、これはガードした。相手も結構思い切り振ってくるんで、はい、そこら辺はすごく注意したいですね。一発一発はやはり威力ありますね。ありますね。右アッパー、左フック、コンビネーション。19歳のパラスです。左ジャブ、左ジャブ、ジャブがいいですね。はい、京口のジャブがまた重そうですよね。まあ、あれが当たってくると本当に他のパンチもガンガン当たり出すんで、はい、まあ、とにかくジャブ当たるうちはもうジャブをバンバン当てるべきです。はい、パラスもボディ一発一発重い左、ナイス、これですね。はい、ジャブ当てれば相手も入りづらくなってきますし、はい、右ストレート、大晦日から特に今回は右ストレートの精度を上げてきたという京口です。右アッパー、左アッパー、右ストレート、アッパーすごく今日は打ってますね、はい、当たってますね。だいぶ残り10秒切っている。落ち着いている京口、リズムを取っていくパラス。左ガードした、ワンツー、第2ラウンド終了です。京口対パラスのタイトルマッチ3ラウンドを迎えました。赤いグローブ挑戦者のビンスパラスですが、幼少期は貧しく、一時はゴミを拾って生活、父が目の病に侵されまして、ふるさとの英雄パッキャオに治療費を肩代わりしてもらったことをきっかけにボクシングを始めました。さあ出ていく、ボディを狙っていく、右ストレート、左ボディ。内山さん、はい、第2ラウンド、ここまでご覧になっていかがでしょう。まあ、京口 の、 あのボディからアッパーとか、ああいうのがすごくスムーズに出てるんで、はい、まあ、当たってますから、すごくペース的にはいいですね。で、まあ、やっぱりパワーの差もだん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 、ちょっとずつ京口の方が上がっていってるなっていうのは感じます。はい、ただ一発一発、やはり一つ上の階級でやっているパラスのパンチも重そうですね。右ストレート。そうですね、パラスはまあミニマム級の選手を相手にするんで、やっぱり、はい、パンチはまあライトフライの選手よりも弱いと思ってるかもしれないので、まあ、そこら辺には自信持ってると思うんですけど、はい、ただ右アッパー、左フック、京口パンチありますから、はいはい、身長およそ3センチ差、リーチはほとんど同じですが、京口の方が11センチプラスという結果も出ています。あ、でもプラスもパンチありますね、はい、結構いきますね。杉山さん、はい、京口陣営のインターバル中ですが、まず攻撃に関しては相手がガードしている中でもそこから打っていこうと、そうすればタイミングが合ってくると言っていました。ディフェンスに関しては相手の引き出し自体がガードを固めてフックフック、これしかないので、もう少し空振りを誘おうという話です。両サイドリポーターは TBS 伊藤隆介アナウンサーです。このあたり内山さん、はい、そのパンチを出していくというのはジャブに現れていると。そうですね、見ていいでしょう。やっぱ相手振りがちょっと大きいので、はい、まあ、ちょうど出たところにジャブを合わせると、相手がそのままジャブが思いっきりのけぞるという感じになりますから、ね、すごくジャブは出した方がいいですね。そして京口サイドとしてはもう相手のパターンというのはフックフックと見切っているという、まあ、結構打ち合いの時に相手も無理やり打ってる感じはあるんで、はい、まあ、ちょっとバックステップなんかするとすぐ空振る感じはします。確かにフックの割合がパラス多いような印象があります、はい、左ボディ、右、左アッパー、左アッパー、しっかりガードしてるんで、京口は、はい、ただ激しい両者ボディへの打ち合いになっている。左フックは京口、左ボディ、引いたかな、はい、少し下がったパラス、少し手が止まったか、うん、ちょっと右ボディ来ましたね、左を返す、ボディを嫌がっているパラス、左を返していく、左のフックがあった、京口、左ボディ、体勢が少し崩れてきているパラス。京口のパンチが効いているか、内山さん、このあたりのダメージどうでしょうか。いや、ボディは効いてると思います。はい、左ボディ、残り10秒、第3ラウンド、左ボディ、左フック、京口のコンビネーション。ただ相手も京口のボディに右ストレート、おっと、やっぱちょっと狙ってましたね。はい、京口がダウンでした。カウンター気味でしょうか。会場もどよめいている。
ここで第3ラウンド終了、京口まさかのダウン。3ラウンド終盤、本当に残り数秒のところでした。右が当たった後左かすっただけのようにも見えますが、体勢が後ろに崩れてしまいました。まあ、ダメージはないですね。はい、要注意と言っていた左のパンチ、これは気をつけなきゃいけない。ちょっと今ボディ一辺倒になりすぎちゃったんで、相手もそのボディも来るってずっと分かって、それに今対応して打ち返してたんで、はい、ちょっとまあそこら辺注意した方がいいですね。特に残りの30秒ぐらい、京口のボディが効いてるような印象がありましたからね。効いてたんですけど、やっぱそこばっか行っちゃったので、はい、まあ、相手もタイミングをちょっと読みやすかったかなと。19歳のパラスが一つダウンを奪いました。世界戦のルールご紹介します。フリーノックダウン制、スタンディングダウンは取りません。途中採点の公開はなし。グローブは日本製の8オンスです。偶然のバッティングにより試合続行不可能な場合は4ラウンドまではドロー、それ以降は採点による判定となります。第3ラウンドにパラスがダウンを取りました。京口がダウンを取られました。杉山さん、はい、京口陣営とインターバル中ですが、井上トレーナーが一発効いたかと問いかけたのに対して、京口本人はしっかりとした口調でそこまでダメージはないですと答えました。はい、じわ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 攻めていこうというそんな指示です。はい、伊藤龍介アナウンサーからのリポートが入りましたが、内山さんもやはり同じくダメージはそこまでないと。ダメージはないと思います。あの、はい、本当にちょっとバランス崩して体勢悪かったんで、そのままあの後ろに倒れたって感じですね。はい、ここからの立て直し、京口どんなことが求められていきますか。いや、また落ち着いてジャブから、あのジャブ本当当たるんで、ジャブからじわじわいけばいいと思います。はい、焦る必要はないですね。IBF の世界ライトフライ級ミニマム級の一つ上の階級の10位にランキングされているビンスパラスです。13戦13勝、両者ともに全勝。パラスは13勝のうち 11KO があります。マニー・パッキャオは兄のようであり親友のような存在だと話すパラスです。ボクシングを極めるなら厳しくする必要があると言われて日本にやってまいりました。会場入りの際には笑顔も見られましたが、リング上では険しい表情に変わっている。そのパラスが京口からダウンを 取りました。京口距離を詰めていく。左ジャブ、左ジャブからここからどう立て直していくか。京口左パー、アッパー、もう一度右。そうですね、ジャブ当たるからやっぱりあの相手も警戒するんで、アッパーが入ったりとかもするんで、はい、まあ本当に当たるパンチはジャブとにかく当たるんで、そう当てていった方がいいですね。はい、しっかりと出していくということも必要の京口。左ジャブ、右ボディストレートはパラス、ワンツー、ワンツー、もう一度京口。最強を証明しなければいけない、ミニマム級で最も強いと証明しなければいけないと話をしていた京口です。だからこそより強い相手により強いボクシングを見せなければいけない。左ボディを狙ってくるパラス、左フック、左フックに左ボディを返していったパラス。左フックかわした、左ジャブ、リズムを作り直していく京口宏斗。第4ラウンド終了です。アジアを制して第5ラウンドが始まりました。オレンジ色のグローブ、緑とオレンジのトランクスがチャンピオンの京口宏斗、そして赤いグローブ、赤いトランクスが挑戦者のフィリピン、ビンス・パラスです。第3ラウンドにパラスが京口からダウンを取りました。左ジャブ、オレンジ色のグローブをしている京口ですが、オレンジ色というのは大阪商業大学母校のボクシング部のカラーであり、そして自分自身のソウルカラーだと話をしています。ボディを2つパラス、さあボディを狙ってくるパラス、まだまだ一発一発力強さがあります。内山さん、序盤戦4ラウンドを終了して、はい、ここまでの印象はいかがでしょうか。ボディ、まあ、流れ的には京口があの全体的な流れはあの取ってますね。はいはい、ただパラスも京口の打つタイミングで相打ち狙ってきてるんで、はい、まあ、そこはまだ全然油断できないです。左京口です。杉山さん、はい、そのあたり京口本人も感じているようで、相手はジャブを嫌がってる感じがするけれども、その被弾は覚悟という印象でカウンター狙ってきているようだと、しっかり相手を見ているようですね。そうですか、被弾は覚悟というリポートが入りました。伊藤アナウンサー、右アッパーパラス、
ジャブはやはり前半から効果的に京口当たって左ボディ、これがパラスの得意なパンチ一つ、左フック返した京口、右ボディ左ボディコンビネーション、左ボディパラス左当てだ、しかしボディを一発一発重いパンチを振ってくる、左接近戦、一旦距離を取る左ジャブ、速いジャブは京口、重いパンチはパラス、左ジャブ左ボディ右ストレート、左ジャブ、ジャブはいいですよ、本当にバンバン当たるんで、やはりこのジャブというのがキーポイントになりそうですか。でもジャブってやっぱり相手の集中力とか、はい、左が当たったぞ、京口前に行く、しかしパラスもボディに腹に埋め込んでくる、左を返した京口、左フック中を突き合わせて左ボディ、左ボディ今度は脇腹へ、左ボディもう一発、さあ動きが止まった、京口のパンチでどうでしょうか、内山さん少しパラスの動き止まりましたか。やはりボディはやっぱり展開してますね、残り30秒ライブラウンド、パラスあのやっぱ狙ってますよ、しっかり見ながら、はい、左アッパー京口、左アッパー、ここはもう焦んないでも大丈夫ですね、右ボディ左左アッパー、3つ続けていきました京口です。体勢を振っていく、ワンツースリーとパラスが3つ、右フック左ボディパラスです、右ボディ、両者打ち合いは続きます。第6ラウンドが始まりました。試合の前には京口は4ラウンド5ラウンドあたり中盤ぐらいで倒したいと話をしていましたが、現在その試合は中盤に入っています。ジェムさん、やはり京口の戦い方としては、はい、ジャブを中心に組み立てていくといった方がいいですね。あの、はい、パラスも相打ちすごい狙ってきますので、はい、無理やりまだ打ちに行かなくても大丈夫だと思います、パラス自身のスタミナ、それからダメージという点にはどう見ていらっしゃいますか。スタミナちょっと落ちたかなっていう風に感じたんですけど、はい、やっぱり打ち合いになってると強いですね、はい、結構京口にも負けないで打ち合ってくるんで、まだパワーもだいぶ一発で倒すパワー持ってますね。あ、特に京口も試合前には日本にないハングリーな選手という話をしていました。すごい気が強いですよ、この選手は。もともと貧しかった生活、右ストレート京口、その中でゴミを拾って生活、そして自分の拳だけでここまで成り上がって世界初挑戦が19歳、京口を倒せば一気に英雄に近づくことができる、左ボディパラスです。ただ京口はもっと先を見据えている、より強い相手とミニマム級最強を証明するためにこのパラスをしっかりと KO して防衛しなければいけません。踏み込むか、ガードした京口、一発京口が当てればパラスも返してくる。パラスはでもやっぱり、はい、あの結構打たれてるんですけど、ガードもやっぱしっかりしてるんで、なかなかそうガツンとまともにはまだまだ入れさせてくれないし、はい、左アッパー、まだまだ力強さの残るパンパスのパンチです。左フック、プレッシャーをかけに行く京口、ここでギアを入れてきた、パラスのボディ、右左コンビネーション、右左左ボディ、右左、さあ左アッパー京口、右ボディ、パラスの右ボディでした。パンチを返していく、しっかりとこの辺り左ボディアッパー、さあこの辺り内山さん、ちょっとパラスがギア入れてきましたか。そうですね、だいぶ上げてきましたね、ただまあこんだけ上げるんでやっぱり途中で多分 今少し休んでる感じがあると思うんで、はい、まあ、ここで京口はなんか仕掛けたいですね、はい、左アッパー空振り、左京口、左を突き合う、右アッパー京口、左アッパー京口、左ボディ京口、左動きが止まった、下がった、パラス左アッパー、左ボディ京口です。はい、結構あんまもうちょっとあの無理やりに行くとまた相手も狙ってくるんで、ここは注意と。そうですね、注意しながら強いパンチ上げたいですね。はい、左ボディ京口、左ボディの連打、激しいボディの打ち合いです。ラウンド7、24歳京口博人、19歳のビン
ンスパラス IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ第7ラウンドが始まりました。両者ともにボディーパンチ、ボディーへのパンチが効果的に入っています。ダウンは一度パラスが京口から奪っています。さて内山さん、はい、中盤戦から終盤戦に向けてのポイント、どんなところになってきそうでしょうか。まあ、相手もやっぱりちょっと体力だんだん乗せてくると思うんですけど、ただあのパンチはやっぱりあるんで、はい、今日は無理にいかずにやはりジャブからまだ攻め立てていいと思いますね、はいはい、でもっとストレートが当たるようになるともっとフックとかボディも入るんですけど、はい、なかなかちょっとストレートが出づらいそうなので、はい、京口の大晦日の試合の時にも内山さん京口の右ストレートについて言及されていましたが、はい、もう一つ右のストレートの精度が上がると。そうですね、ただ相手もやっぱガードなかなか左ガードを下げないので、はい、なかなか当てづらいのかなと思いますけど、やっぱ当てるためにやっぱジャブをより当てた方がいいんですよね、はい、オレンジ色のグローブ、緑とオレンジのトランクスがチャンピオンの京口博人、赤いグローブ赤いトランクスが挑戦者のビンスパラスフィリピンです。左ジャブ、このキレは落ちていない京口、左ボディ京口でした。左フック体を入れ替えて左ボディ強烈、パラス下がった、ワンツーパラス、バックステップで避けた京口、左ジャブついていく。杉山さん、はい、チャンピオン京口陣営ですが後半に入ってまだまだ時間はあるよという話を井上トレーナーしてました、攻撃に関しては内山さんからもありました、ジャブ、ストレート、距離を取ってのボディ、そしてディフェンスに関してはガードのチェック、頭を振ると、ボクシングしようと、後半に入って改めて基本を徹底しようという指示です。伊藤隆介アナウンサーからのリポート、やはり内山さん、はい、ジャブからのあとはストレートというのは一つ井上トレーナーも同じようなことを感じているようですね。そうですね、やはりあのジャブ当てないことには、はい、あのいろんな返答引っかかりませんから、はい、だから今日もうちょっと返答いろいろ入れて織り混ぜていってもいいかなと思うんですけどね、はい、左ジャブ、京口の左、パラスは見ている、右ボディを狙ってきたパラス、やはり京口単発で強いのが多いので、やはりちょっと細かいのをいくつか入れた後に強いの一発入れとか、はい、少し織り混ぜていった方がいいかもしれません、ジャブは出してはいますが、ワンツー左、左ボディを狙ってきたパラス、距離を取る、右ボディ振るってきている。第7ラウンド終了です。第8ラウンドです。 IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ、チャンピオンが京口博人、オレンジ色のボクシング、そして赤いグローブをしているのが挑戦者のビンスパラスです。リードね、ある程度とこみんな狙っていけ。ちょっと今日ちょっとパンチが少し、拳でまだ芯に当たってない感じですね、ストレートとかも、はい、なのでもうちょっとあれが入れば効くと思うんですけど、はい、少しオープンっぽく当たっちゃってる、芯にストレートを当てるためにはあとどんなことが必要になってきそうですか。まあ、自分でやっぱりそこを意識するしかないんですけども、はい、ただちょっと距離感というか相手も意外とその中間距離でもまだ動けるんで、はい、なかなかこう一歩踏み込めないというのがありますね、なのでやはりまあずっとやっぱりジャブをどんどん当てて、はい、崩していくしかないです。左京口でした。左ジャブからコンビネーションつなげられるか京口、体を振っていく、右ボディーパス、ジャブ、いいですね、そのジャブ、パラスのパンチが届かない、はい、強弱つけて打てば全然いいですね、ジャブ、はい、ジャブは全て当たっている京口、距離を詰めていってボディを狙っていきました。左フック京口です。京口の左のジャブは届いている、さあ距離詰めてきたところ、一気に来たパラス、右アッパー連打です。一気に力を貯めるかのように相手を待っているパラス、そしてジャブでリズムを作っていく京口、まあ、先ほど伊藤アナウンサーからのリポートありましたが、内山さん、はい、やはりパラスというのはある程度このジャブというのは被弾覚悟で、まあそうですね、もらっていい覚悟で来てますね、はいはい、
やっぱり京口は打った時に必ず打ち返してくるんで、まあ、相打ちで狙戦ってるという感じがします。はい、杉山さん、はい、そのパルス陣営なんですが、やはり相手の京口の動きを止めたいということで、ラウンドの序盤から左のボディで 足を止めようと、そんな指示を出しているんですが、はい、なかなかその当たる距離にいかないという、そんなもどかしい様子が見られます。そうですか。内山さん、この現在の両者の距離感というについては、はい、左ボディ、これはダウンではありません。まあ、距離感はまあもともとお互い本来の距離なのかなと思いますけども、ただまあ結構相手も本当に打ち合い強いですから、はい、あんまり無理にパッと打ちるのも良くないので、はい、まあ、しっかりブロックしながら相手のパンチも見ないといけないですね。そしてタフさももちろん兼ね備えていますよね。相手も結構もらってますけどタフですね。はい、京口はじゃあボディを狙っていくパラス、一発一発右ボディ狙っていくパラス、京口のパンチが当たりました。左ボディ出したところ、第8ラウンド終了です。KO と素縁というミニマム級のイメージを変えたい、パワーボクシングが魅力の京口博と2度目の防衛戦、第9ラウンドに入りました。挑戦者は赤いグローブのビンス・パラス、フィリピン19歳、ネクストマニー・パッキャオと呼ばれている一人です。まあ、京口本人もそして井上トレーナーもいつかこのパラスと手を合わせるのではないかと縁を感じていたそうです。左ボディ左フック、右ストレート、今のパンチはどうでしょうか。いや今のいいですね、すごく、はい、いい狙いだと思いますよ。相手今ボディにちょっと集中したので、右フックで顔も当たるようになってました。はい、さあこの連打、京口も行く、しかしプラス出す、ここでやっぱ顔面の方に行った方が当たりそうなんですよね。右左ボディ右フック京口です。ダウンを1個取られている京口、左フックパラスのボディを狙っていく、右アッパー左フック、京口左ボディを返すパラス、歯を食いしばっているパラス、苦しいながらもパンチを出してくる。まあ、パラスも根性ありますね。はい、表情としては、そして息遣いとしては京口の方が落ち着いているようにも見えます。左ジャブ右ストレート、力が少しなくなってきたかパラスのパンチ、左右フック、距離を詰めていく、右ストレート出していきました京口です。あの右フックはもうちょっとナックルが返ると当たった時にすごい効くんですけどね。ナイス、ナイス、2発左ジャンプ、細かく盤面に入れていく、左フック2つ返したパラス、左フックが当たった京口、左フック強烈、左右を返していったパラス、京口を返すとパラスも返す、右ボディ右アッパー、右アッパー、もう一度左フック京口、京口の大声が飛んでいる大田区総合体育館、9ラウンド終盤を迎えた。ここで崩れるような形、ちょっとだいぶ疲れてますね。はい、はい、パラスの方がだいぶ疲れてます。表情もかなり厳しくなってきているパラスです。あとは京口としてはこれを継続することでしょうか。そうですね、あとはもう気持ちの勝負ですね本当に。はい、 IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ第9ラウンドを終えました。全勝対決のミニマム級のタイトルマッチ10ラウンドに入りました。オレンジ色のグローブがチャンピオンの京口博と、赤いグローブが挑戦者のビンスパラス、フィリピンです。さて内山さん、はい、残り3ラウンドということになりましたが、この後半戦、はい、どんなところがポイントになっていきそうでしょうか。まあ、一定のペースが落ちてくるかなと思ったんですけど、まあ、結構やっぱインターバルでだいぶ回復してくるんで、はい、まだまだ油断できないんで、まあ
ジャブついて戦っていけばいいかなと思うんですよね、はいはい、やはり変わらずジャブから見出すと、そうですね、ずっとお互い打ち合っても結構相手も踏ん張って頑張ってくるんで、やはりこう見えないパンチというか、はい、うん、油断あのした時に当てるパンチがすごく効きますから、はい、杉山さん、はい、チャンピオン京口陣営ですが、インターバル中京口本人から右足が少しつりそうだというその話がありました、はい、まあ、水分をしっかり取らせて、それから打ち合いをやめようという話を井上トレーナーからされましたね。打ち合う時に踏ん張るとその右足に負荷がかかるので、そのあたりも危険回避しようと、そんな話です。そうですか、内山さん、はい、今リポートが入りましたが、右足が少し京口つるそうですね、釣りそうということですか。まあ、やっぱ踏ん張っていってると本当疲労溜まってくるんで、はい、まあ、本人も結構減量してますから、そういったものもあるんで、やっぱりあんまり踏ん張らないで打ったようにした方がいいかもしれないですね。となるとスタイルとしてはどういうものが理想になってくるんでしょうか。あんまり思いっきり踏み込んで打ったりとか、はい、あのしないようにして、まあ接近戦でしっかりブロックしながらやっぱりジャブ当てていけばいいと思うんですよ、はいはい、相手が入ってこないように、左、そうですね、はい、そうですね、止まりますね、はい、ちょっと足を気にしているような京口です。パラスがパンチを集めていく、まあ、かなりがむしゃらではありますが、一発一発重いパンチを出す京口、耐えている、腹筋至近距離、左フック、右ストレート、右ストレート、足って一回打ってしまうと、はい、そこから何やってもダメなんですよ、なのでちょっと気をつけないとダメですね、はい、今相手今ちょっと切れてるんで、はい、これもチャンスかもしれないです、はい、右ストレート左アッパーコンビネーションラッシュを見せていく京口、足がつりそうな限界の中でそれでもパンチを集めていく、ここでも見たか、しかしパラスも耐えている、京口まとめていく、左右連打、一気にラッシュを見せる、スパートをかける、パラスも返す、右ストレート気持ちの勝負ですね、はい、右ストレート、内山さん、はい、当たってはいると思うんですが、当たってますよ、パラスも気合入ってますね、ちょっと打たれ強いですから、はい、全然の勝負諦めたいんで、非常に打たれ強いパラス、京口のパンチがこのラウンドだけでも何十発と決まってはいますが、それでも耐えている、なんとかこのラウンドを乗り切ろうとしている、激しい京口のラッシュ連打がありました。11ラウンドが始まりました。京口ひろと9戦9勝、ヴィンスパラス13戦13勝、ミニマム級のタイトルマッチ、全勝対決は残り2ラウンドとなりました。先ほどの内山さん、はい、終盤の京口のラッシュいかがでしたでしょうか。いや、あのやっぱり練習してるのが出ますよね、終盤であそこまでのラッシュってなかなかできないですから、はい、いや結構当たって欲しかったんですけど、やっぱりこうおでこだったりとかちょっと頭に当たることが多かったんですよね、パンチが、なんであれが顎に本当入ればもう倒れてますよね、はいはい、KO 防衛、大晦日は KO で防衛を果たしました。2戦連続なるか。京口ひろとしてはやはり強さを証明するためには、そしてこの先に見据えるより強い相手、この階級での統一戦をするためには KO ですっきりと勝ちたいところ、気持ちもあるでしょう。まあ、本人やっぱり KO 勝ち狙ってますよね、ずっと、はいはい、そしてヴィンスパラスもやはりインターバルで回復してきてるんでしょうか。ヴィンスパラスもやっぱすごい練習して、ま、してきてますよね、はい、1分間でさっきあんなに打たれてたのにそんな回復するっていうのはなかなか難しいですよ、はい、フィリピンでは期待のホープ、無敗のホープと呼ばれています。やっぱりパラスのそう入場した時思ったんですが、足がすごいふくらはぎ、太ももからふくらはぎの筋肉がやっぱりすごくこう一本一本繊維がすごいんですよ、まあ、そこを走り込んだりとかやっぱしてるなっていう足してますよね、はい、うん、足が止まることはパラスもありません。インターバルでしっかり回復してくる、このパラス相手に京口は KO で決着をつけられるか。ただダウンを一つ取っているのは挑戦者のパラスです。右アッパー、左アッパーはパラス、いやパラス元気ですね、はい、パンチまだ力残ってますね。そうですね、フットワーク、足をしっかり使ってくるワンツーを踏み込んで打っていきました。このラウンドワンツー、京口の方がしっかり見極めて左ボディを出してきました。
まあ、京都の場合はあえてじわじわと出足でいいので、はい、あの前にあのプレッシャーかけることが大事ですね。はい、先やりやっぱ無理バックステップ下がったりすると結構足の疲労にきますから、はいはい、この中でももちろん決めたいという気持ちがあるでしょうが、内山さん、はい、京口もしっかりガードを上げて集中は保ってますね。あ、集中してますね、すごく。距離を詰めていく左ジャブ、リズムを作りたい。まもなく11ラウンド、ここで終了。残るラウンドはあと1つです。本日限定、世界的。Now, last round. ラスト、はい、12ラウンドが始まりました。IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ、チャンピオンの京口宏とオレンジのボクシンググローブ、そして赤いボクシングローブが挑戦者のビンスパラスです。残りは3分。京口として内山さん、はい、チャンピオンとしてはどんなところをこの3分間で見せてほしいですか。まあ、やはり最後まであの倒しに行く姿勢、はい、そういったものを見たいですね。はい、はい、左ジャブを見せていく京口、右足がつりそうだというリポートも入りました。右足の状態はどうか。やっぱストレートの引きがちょっと遅くなってるんで、はい、あの足は来てると思います。そうですね、はい、少しパンチの繰り出す回数も減ってきているような印象がありますが、ワンツーを見せました。パラスは積極的に足を動かしていく、ボディを狙っていく、左ボディ、左ボディガードした京口、ワンツー、パラスのコンビネーション、まだ出せる余裕とスタミナがあります。先ほどのインターバル間にも笑顔で余裕がありました。パラスが積極的にパンチを出す。まあ、パラスは本当によく手出ますね。そうですね、手数では終盤パラスの方が多いか。京口もここはチャンピオンとしての意地を見せたい。残り1分30秒切っている。右ストレート、もう一度右、京口なかなか顎とか入らないですね、はい、はい、あとは当たりどころということでしょうか。そうなんですよ、やっぱおでこら辺が多いんですよね、ワンツー、さあ左、京口のパンチでした。動きが鈍くなったか、チャンスです、京口が行く、ここで行かないと KO 防衛に向けて残り1分、京口がチャンピオンとして右アッパー左アッパー大晦日についてかなり疲れてますね。だいぶ疲れてます、はいはい、今日チャンスですよ。残り間もなく30秒になろうとしている。ボディーパンチャー同士の激しい打ち合いになりました。1階級上から落としてきたビンスパーツに対して京口負けないパワーを見せている。右ストレート、右ストレート、もう一度左ボディになっていく、左ボディ残っている。パラス右ストレート効いている、この右ストレートは効いている。残り10秒切っている。京口最後に仕留め切れるか。パラスもパンチをそれでも返して、激しい打ち合い、ここでゴング、両者抱き合いました。結果は判定に持ち越されました。採点の結果をお知らせいたします。ジャッジマイク・フィッツジェラルド、同じくネビル・フォッツ、同じくアルフレッド・ポランコ、ジャッジ3者ともに117対110。 Both score 3 judges 117 to 110. Winner by unanimous decision Still IBF 世界ミニマル級チャンピオン京口、見事判定勝利、2度目の防衛戦制しました。京口宏人、渡辺ボクシングジム、ベルトを守ります。